どうも、うずです。2017年3月発売予定のゲーム機 Nintendo Switch、皆さんどうですか？買いたいと思いますか？これ意見ね、分かれると思うんですよね。 Nintendo Switch、まあ、今時据え置き機のゲーム機、まあ持ち出しも可能にはなってますが、この端末っていうかゲーム機ね、まあ、でも今更ね、その性能が固定化されるゲーム機をわざわざゲーム専用機を買ってゲームするんだったら、やっぱり iPad とかね、 Android タブレット、スマートフォンで、まあ親のお下がりだったり、まあ自分自身で買ったりしてゲームする方がよっぽど手軽だし、グラフィック綺麗だし、サクサクみんなと共有して通信し合って遊べるし、いらないでしょゲーム機。クラシックミニ人気だよなっていうのがあるんですけど、私欲しいと思ってるんですよ。これ欲しい、すごく欲しい。まあ、なんだかんだね、ゲーム専用機っていうのはやっぱり魅力あるし、ポータブルオーディオプレイヤーもそうじゃないですか。これだけで本当はオーディオだって賄えるわけですけど、結局ポータブルオーディオプレイヤーってね、音をいい音で聞きたいってなったら専用機として欲しくなるわけですし、まあ、そういう人の方が少数派なのかもしれないんですけど、まあ魅力を感じますよ、スイッチ。ところがここでちょっと釘を刺すニュースが最近入ってきましたよね。任天堂スイッチはバッテリー交換が不可能ということを言われ始めました。まあ、これがどういうことかというと、任天堂の Wii U が出た時ってゲームパッドあるじゃないですか、あのでかいやつ、コントローラーにもなるけどモニターにもなってるやつ、あれのバッテリーがあまりにも持たないということで、オプションとして大容量バッテリーが確か発売されたんだったっけ、なんか改善策をねやられたわけですよ。でも今回は完全に任天堂スイッチのバッテリーが内蔵バッテリーで取り出し不可能ってなってるから、もちろん大容量バッテリーを用意することも変えることもできないわけで、もし仮にそのバッテリー持ちが悪いってなった場合、まあ回避策がないという話になりそうなんですよね。この辺もちょっと気になるとこですよね。まあ、例えば3月に発売するからちょっと事前に予約しといて、まあ、初期ロットでね購入するわけですよ、予定としては。まあ、そしたらやっぱりそういうリスクを犯すことになるかなと、ちょっと今日はマイナス的なね動画になります。任天堂スイッチに関しての購入考えてる方に対しての。でもやっぱりね、ちょっとね、任天堂スイッチというね、そのハードウェアでゲームしてみたいなっていうのがねすごくあるんですよね。ちょっとワクワクするようなちょっと機械だなとは思うんですよ。こうなんだろう、こうパーツを組み合わせてコントローラーにしたり、それ自体でこうゲーム機ねにしたりとか、と遊び方をいろいろこうカスタマイズしながら遊べるっていうところが個人的にはなんか魅力を感じる。ということで、2016年、まだこの動画をね撮ってる時点では2016年ですが、もう2017年間もなく迎えますけれども、3月に発売する任天堂スイッチがすごく気になっている私でございます。あれ前アンケートやったかな、これアンケートやりましたっけ、ちょっとやりましょうか。また、まあ、この任天堂スイッチ発売したら購入するしないだけのアンケートにします。ご協力いただける方はぜひアンケートの方お答えいただけると嬉しく思います。いつもねこんな感じで個人的な意見を勝手にペラペラ喋る私のチャンネルになってますので、コメント欄の方は皆様が思うことをこう綴っていただいて共有し合っていただければいいかなと思います。チャンネル登録もよろしくね。ではまた別の動画で、バイバイ。